ありがとう。こんばんは。中村舞です。ちょっと待ってね。あれれれれれれれ。こんばんは。皆さん。こんばんは。中村舞です。くま。ありがとう。さっきお風呂に入ってきました。お風呂に今さっき入って、髪を乾かして今でございます。ありがとう。クマも最近お風呂上がりショールームばっかりです。こんばんは。中村舞です。皆さんお疲れ様。サラサラ知らん。なんか髪の毛切ってから調子良きですスペース楽しかった。スペースもうマジで唐突すぎて唐突でした。マジで本当に何にも予期せぬ唐突でした。もう本当に今日しようとも全然言ってなくって、あの電話で急にマネージャーさんに聞いてみるわってなって急に始まったスペースでした。あ、今日後でタワーのお礼させていただきます。え、本当に本当に本当に急だった。スペースでもゾンビ違うんですよ。聞いてください。私はおきちゃんにゾンビの話をしようと思ったんですよ。で、あの電話かけてゾンビの話をし始めた瞬間におきちゃんがスペースをやろうって言ったんですよ。でそのスペース、そのゾンビ、そうゾンビの話をずっとおきちゃんにそうしたくって急に始めてびっくり。いやそうですよ、私もびっくりですよ。興味ありがとう。マジ電話みたいな感じだった。聞けんかった。もう急だったもんね。申し訳ないね。うんうん、ありがとう。スペースのコメントね見えとるんやけどね、なんかねむずいんよねあれ。ちょっと髪の毛くくろう。え、そのなんかねリアルタイムなコメントなんか遡ったりせんとね、すごい見づらくてね、あのなんかうーんってなってました。そうでも見てたよ。やっぱハッシュタグつけてみんなにリアルタイムでつぶやいてもらうのが一番だね。コメントの仕方わからん。むずいよねあれ。ショールームじゃなくて X です。 X。 今日個人ファンクラブのブログ更新したんですけど、ちょっとまだ更新できてるかわかんない、アップロードされてるかわかんないんですけど、もしアップロードされてたらぜひ見てください。ちょっとまだ確認できてない。読んだよ。え、早い。されてた。早い。あっ、タイトル出してないや。タイトル何になってたんだろう。え、タイトルファンクラブもゾンビ違うよ。たえ、なんかいつもマネージャーさんにね提出するんだけどね、タイトル何も書いてなかった。何になってるんだろう。明けましておめでとうございますだね。あ、マジ？
がとう。一言目が引用されてる。そうかもしんない。この髪の長さになって初、そんな変わらんな。ハートありがとう。今日アップルウォッチつけたの、あ、充電してます。アップルウォッチの充電はね、こんな感じなの。見て、このさ、後ろにさ、こういうのがあってさ、こういう丸いのでピタってつけたらここで充電されます。もう充電 100% だけど。じゃあ お風呂入っとったよね。お風呂は入っ持って関係さ。ね、これすごい。でしょ、カチッってやって充電。これ聴診器みたい。カチッ。すごいよね。この感じ、このタイプ。寝たんじゃなかったんだ。え、寝てないよ。寝そうって言ってたから。言ってませんよ。2興味ハートありがとうございます。かっこいいでしょう。スペースで言ってた、自分ができないことは人に言うのは何気にいいこと。なんか恥ずかしいんだけど、ちょっと私さ、何ですか、電話とかとなるとさ、急にさ口がさちょっと悪くなるからさ、気をつけたいと思います。もっとね、お上品に行かないと。それはありがとう。配信のトーンと似てる？そうですかね。ありがとう。電速良くなってるか？昨日の夜があんま良くなかったけど、今日はいい感じ。日によります。でも大丈夫。あたらきおめなるま、ありがとう。カラオケ花できんの？やってみようか。いや、めっちゃ歌いたいんよ、ほんまに。もうストレス溜まっとる。マジで。でも声が出るかな？出るか。出るよ。ちょっと、あれがないとさ。イヤホンがないと。イヤホン取ってくる。ちょっと待ってね。ここに。電気ストーブ置いてて、あ、机の上にあったわ。取り行かんでもあった。じゃじゃーん、ヤクルト。これね、リンゴクロレラ。これ乳酸菌飲料なんだ。乳酸菌っぽくないな。クロレラうまいよ。
美味しい。なんかこれが何個ぐらいかな、6、7個ぐらい袋に入ってスーパーで売ってるの。サイズ的にもなんか飲みやすい。一口で飲んじゃう。いや、わかるよ、多分喉乾いてたらさ一口で飲むよね。美味しいよ、あっさりすっきり。何歌う？何歌おうかな、久しぶりだからな何歌おうかな歌えそうになかったらこれミュートするから。ゆったりめか。笑顔のチャンスがめっちゃ多い。歌いたい曲だな。クリスマスの曲にしようかなクリスマス歌えんかったけな笑顔のチャンスもいいや、めっちゃ笑顔のチャンス来る。笑顔のチャンスにしようか。クリスマスの曲今年全然歌ってないん、自分なんかクリスマス消化してないから。季節外れ。じゃあ来年のクリスマス。僕はいつも悲しいことに歌えるかな、笑顔の。カエさん待って、笑顔のチャンス歌。緊張してきた。今絶対ドキドキしてると思うよね。つけてみるわ。つけとかんと測れんけいさ。私多分何気に今緊張しとるけ。ほら107、120なんてまあそんなに緊張してない。全然緊張してるって見てみるからちょっと見守ってて。僕はいつも悲しいことに出会う、その度ちょっとまぶたを閉じてしばらくじっとするんだ。決して涙我慢をするためじゃなくて、過去を振り返りたくなる。まだ幼い頃喧嘩して負けた僕に、普段から無口な父親にこう言われた。悔しいと思っているなら泣くんだ、次は勝とうと思えばいい。部屋の窓から見た沈んでゆく夕日の空を、大人になっても覚えている。何があろうが一日は終わるんだと、ああ誰にも一生忘れない。空の色があるらしい、いくつもの青やいくつもの
休んだら顔を上げてごらんよ。さっきとは全然違った景色が広がる。真っ暗な夜にひっそりと輝いた、あなたの星が希望だよ。何もないと見過ごしてた普通の一日のどこかに、自分にとっては大切なものを紛れ込んでいたことに今さら気づく。落ち着いた歌ってたら落ち着きました。あ、ね、久しぶりに歌った。ドリンク飲んで、あとこれだけの、あ、これで時間が見れるんだったら41分。大丈夫だよ。何の曲が、なんだっけな。クリスマス歌おう、クリスマスの歌を、曲、クリスマスの曲、あ、金木犀いいな。でも金木犀がなんかクリスマスの歌じゃない。僕隊聞きたい。いいね、僕隊。金木犀いいよね。やっぱ金木犀にしよう。やばい、コロコロ変わるわ。金木犀、合っとる。金木犀香る頃あった。
3分36秒。そうだ、この曲フルサイズが結構短いんですよね。2番がないんかな。クリスマスどっか行った、クリスマスどっか行った。金木星香る頃、この道をそう歩くのが好きだ。どこからかふと風に吹かれ運ばれて、季節に気づき、幸せな日々続くわけじゃない。ちょっとへこむ日だってやってくるよ。誰でもそんな強くない。たまに生きることさえ嫌になるんだ。自分見失って背中丸めながら下を向いてとぼとぼと歩いたら、よ舞台思い出した。これ PR 舞台でソロでやった時の曲。ごめん、ありがとう。46分です。うん、大丈夫。ムズムズするけど、ちょっと「この涙を君に捧ぐ」いいよね。私なんかね、それ歌いたいなって、あの治ったら歌いたいリストみたいなメモ作ってたんですよ。入れてました。ちょっと待って、ありがとうはだね、これ誰だ。ありがとうは歌ってる時に
上してくれてる、ありがたわ。ミッキーさん、ミッキーさん、ありがたわ。この涙を、ありがとうございます。ミッキーさんの呼び出しあるんですけど、また呼び出します。あなたとクリスマスイブ歌ってください。歌いたい。ちょっと待って、でもこっち君涙、涙注ぐ、注ぐんじゃない、注ぐ間違えた。いやこれ間違いがちないよ。注ぐって言ってしまう。ささ注ぎません、注ぎます。思い出しますね。52分。この涙を君に捧ぐ。じゃあちょっとタワーのお礼させていただきたいと思います。急に急です。
注いでないで刺さりました。まずアルフォートさん、ありがとうございます。これタツ、ありがとう。アルフォート助かりました、ありがとうございます。続きましてミッキーさん、じゃん、福笑い、福ありがとう。ミッキーさんと読みますね、ありがとうございます。続きまして福太郎さん、これ可愛くない、めっちゃ姉妹。あ、ありがとうって感じで、ありがとう福太郎、ありがとう。もう一緒。そして難波の久人さん、じゃーん、これ成人式の人、成人の人です。このさ、モケモケみたいな、女の子ここモケモケつけるよね。最近の子つけてるのかな、わかんない最近の成人式でつけてるかわかんないけど、難波の久人さん、ありがとうございます。お母さんって言われるんだけど、え、お母さんじゃないです。ありがとう、私もよろしくお願い、よろしくお願いしますありがとうございます、分かります、間に合いましてよかったです。あけおめ、ありがとう。モケ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 です。ありがとう。一曲歌えるかなと思ったけど、55分、もうダメ、55分まで来るとですね、曲が限られてくるんですよ3分くらいの曲、いや、そうなんですよ、ずっと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 タイム、いや、ずっとずっとはいけるよ、ずっとずっとか。じゃ、3分ぐらいの曲探しとこう、今度何があるか。ずっとずっと、おばあちゃん、おばあちゃんはで、ずっとずっとにしよう。好きよ、何がきっかけだっけ、覚えてない、僕たちが喧嘩したわけ、二人意地張りで謝らずに口きかなかった。春に別れて夏が過ぎ、もう秋が限界だね、僕の前に君がいる。ずっとずっとそばにいたいよ、君のいない世界は無意味。ずっとずっとそばにいたいよ、僕はやっと気づいたんだ、愛に
とうございました。また明日。ずっとずっとそばにいたいよ。君のいない世界は無意味。ずっとずっとそばにいたいよ。僕はやっと気づいたんだ、愛に。マネパパさん、オッサンドサムさん、ゆずきちさん、マカロンさん、ようちゃんさんさん、福太郎さん、ミッキーさん、くまじろさん、東京のソワンさん、シーサーさん、南波のひざとさん、きのぺこさん、ちかさん、ありがとうございました。間に合ったありがとう、ギリギリごめん、めっちゃギリギリになった。ありがとう。59分、おやすみ、また明日ありがとう。まだねー。